今日はですね、宮様楓のトレー持ってきました。じゃんじゃじゃん、こんな感じで今年ずっと放置してた宮様楓のトレー、これクイズ作やっていこうかなと思います。今こんな感じね。よいしょ。はい、量が多いんでね、ちゃちゃちゃっとやっちゃいたいなと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。もう大きすぎてね、入りきらない画角に。ちょっと手前の枝からちゃんちゃんと落として一回開けた状態にしましょうか。はい、こんな感じのトレイ、こういう感じでプレステラがこの中にいっぱい入ってます。いくつ入ってんだろうな。奥に1234、こっちが12345、6なんで 6424248 のプレステラがこのトレイに入っています。はい、今日はこいつの冬支度やっていくんですけど、徒長してる枝はとりあえず落とす、挿し木する予定もないんで、もう落とすだけですね。ちゃんちゃんと落として、で落としきった後に掃除、こういうやつ、こういうとこ、こうと掃除していく感じ。はい、まずはこの太い枝たちを落としていく。じゃん。いやー、伸びたね、今年もだいぶ伸びた。一番長いの切ってみようか。一番長いのは多分こいつ、あれ間違えた、短かった。マジでミスった、単純ミス。これだ、こいつだ。じゃん、これぐらい。見えない、画角に入りきらない。こんな感じ、これぐらいの長さ、これね、これぐらい伸びてます。やっと入った、これぐらい。見えない見えないけどね、はい、なんとなくイメージはつかめるんじゃないかなと思います。これぐらい、こういうのが大量にあるんで、ちゃんちゃんと落としていきましょう。あー、時間かかるな。30分ぐらいでなんとかしたいんですけど、厳しいかな。太いのがね、切れないんですよね、ハサミじゃ。ほら、ひたすら刈り込んでいきましょう。太いのだけ先にこれで落とすか。よっしゃー、ぶっと。おそらくね、こんだけ徒長してる枝が太ってるっていうことは、本体にもね、それなりに太りの影響が出てると思うんで、ちょっと楽しみですね。どんだけ太ったのか、今年1年でどれだけ足元が太ってくれたのか。よいしょ、適当に刈り込んでおります。刈り込む位置ミスらないように、なるべく上の方で刈り込むようにはしてます。ぶっといのだけ落とさせてくれ。あとはハサミでちゃんちゃんと切るんで。いや、ふっと、いい太さしてますね、素晴らしい。かなり太ってます。じゃあ待ってよ、太いのだけダッサッと落とさせて、これも太い、よし、よいしょ、切れてない、 OK、 太っ、すごいいね。じゃあ残り適当にざっとね、剪定だけやっちゃいます。はい、剪定作業完了しました。次は一個ずつ、まあ掃除していくんですけど、こんな感じでね、雑草を取ったり、上に乗ってる枯葉取ったりして、こういう感じで地味に地道に、こう一個ずつね、手入れしていって、その後っすね、じっくり剪定かけたりするのは。
よし、地味、地味だな。これは早送りかな。うう、葉っぱいっぱい。これはもう下に落として後でまとめて掃除しましょう。一回こいつを全部除去して、よしよしよし、はい、こんな感じね。こんな感じでよっ、ざっくり掃除していきましょう。じゃあ早送りで頑張ります。はい、落ち葉掃除完了しました。いや、だいぶ時間かかったな。あとはトレイに1個ずつ戻していくだけとなります。これとかすごかった。隣のプレステラにこう上から侵入するっていう新しいパターンね。こういう根っこもあったり。よっしゃー。はい、本体見ていきましょう。本当はね、細かい剪定入れたいんですけど、ちょっと時間の都合上ざっと眺めて終わりにしようかと思います。まあ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 、こんなもんかって感じですね。一応太ってきてはいると思う。一個ずつ見ながらプレステラに戻し、プレステラじゃない、あのさっきのセルトレイ戻していきます。よいしょ。うんうん、これもね、足元ができてきたら勝ちなんですけど、まだまだですね。もうちょっとって感じ。黒ずんでるところあるんで、本当はね、あの歯ブラシとかで綺麗にしたいんですけど、今日はそのまま戻します。よいしょ。はい、じゃあこれとかすごいごっついっすね。足元ごっつくなってる。うん、面白いね。だんだん盆栽らしい体つきになってきた。まだ枝足りないですね、下の方の。はい、じゃんじゃんいきましょう。これ宮様楓でね、あの傷の巻きが遅いって言われてるんですけど、まあ、こんな感じで、確かに遅いですね。楓とかだったら、普通の楓とかだったら、じゃんじゃん巻いてくれるんですけど、確かに傷の巻きが遅い。まあ、そういうところもあるんだけど、まあまあ、別に、ね、巻かないわけじゃないんで、全然大丈夫かなと思います。これもなかなか面白い感じになってきたね。次行こう。これも、うん。まあまあ、それなりに。なってきたかなと思います。この針金も全部取っていいかもしれないですね。足元固定してる針金が要所要所についてるんですけど、いらない、食い込んじゃうかもしれないから取っちゃいたい。この辺かっこいいね、正面が。いい、いいよ。はいよ、こんな感じ。ちょっと足元見えないんだよな。うん、うん、掘っても大して見えませんでした。こんな感じね。うんうんうん、なかなか面白いんじゃないでしょうか。これも足元できてきたらいい感じになると思います。はい、次。これ苔残ってるけど、おー、ちっちゃくて太いずんぐりむっくりですね。これも足元ね、頑張って粘り作ってってほしいですね。はい、よっ。まあ同時にね、同じ時期に同じような素材をいじってるんで、似たようなものが作られてしまうのは、まあある程度しゃあないのかなと思いますが、これはちょっと他と経路が違うね。二股になってる。うんうん、枝整理したい気持ちが気持ちがね、すごい出てくるんですけど、そこをぐいっと抑えてね、今日は観察だけで終わります。うん、まあ似たような素材多いですね。うん、まだまだ太らんな。もうちょっと太ってほしいんだけどな。ああ、これはちょっと他と違うね。長い、でかい。にょろっと、なめくじみたいなボディしてますが。これもなかなか面白いですね。
綺麗なボディしてる。いいねいいね。はい。よっ。これも枝の剪定次第かな。頭一回飛ばしたいな。綺麗にしたいけど、まあまあそれなりに太ってはきてるからいいかな。いやー、直感チックな、すごく単調な立ち上がりがすごい気になるから、バッサリいっちゃってもいいかもしれないですね。ダンって、でもう一回走り直してもらうか、斜めに植え直してこれで作り直す、まあ、どっちかかな。まっすぐドンはちょっといまいちですね。こういう感じか。これいまいちですね。若干斜めになってるけど、やるならもっといけよっていう感じだし。これはちょっといまいちだな。ダーンいくかもしれない。はい、じゃんじゃんやっていきましょう。こんな感じね。これ枯れてんじゃないかな。枝がない。枯れてる可能性が高いです、こいつ。はい。なかなか面白いですね。いいね、いいね。いい感じ。よっ。コメントしづらいな。これ傷が巻きかけてる。もうほぼほぼ巻いてる感じだけど。まあ巻くことは巻くってことですね、傷は。ちょっと使いにくいな。こうか。こうすりゃいいのか。どこを正面にするか悩ましいけど。まあこれも走って、また走ってもらわないといけないですね。今の太さじゃやっていけない。はいよ。これも似たような素材だね。よいしょ。はい。これも特にコメントなし。ちょっとしょぼいのは飛ばします。はい。この辺は太いね。だいぶ太くなってる。ここにでっかいピザあって、カットパスタペースト塗ったんだけど、そこを雨降って流れたって感じかな。雨降って流れた後に、ここに芽があるんだけど大丈夫かなって思ってた芽が、そのままカットパスタ突き破って出てきてくれたっていう感じ。はい。はい。これもなかなか太りが出てきた。粘りも少し、まだまだですね。はい、こんな感じね。はい。ラスト2つ。おお、これはなかなか使いやすそうじゃない？いいね。これ優秀だな。綺麗なボディしてる。OK。はい、ラスト。ラストはこいつ。これも綺麗に手入れすれば、なんとなく形はできてくるんじゃないかな。小枝欲しいね。まあ、どれぐらい埋まってるかももう一回確認したいな。ボディがどんだけ埋まってんのかも見ながら枝付きとかやってったら面白くなるかなと思います。はい、ドン。ということで、皆様会で24鉢の冬支度完了しました。またこれで終わりじゃないんですけど、ここからね、また細かい剪定一個ずつ、この見ながら細かく剪定かけたり枝えぐったりして、で傷口にカタパスタペーストとか塗って終了って感じですね。はい、それは動画外になるんですけどやっておきます。
はい、ということで本日の作業は以上です。はい、ということで宮様会でのトレイ掃除完了しました。こんな感じです。はい、じゃん。はい、この後の細かい作業は後でやってきます。動画会になるんですけどね。本当はっていうか、まあ、これこの素材たちって徒長させるのを繰り返して3年目ぐらいになるんですけど、個人的には今年ね結構太ってもう来年から枝作り始められるくらいのものが1個や2個ぐらい出てくるかもしれないなと思ってたんですけど、思ったより太らなかったですね。なんだろうな、去年植え替えしたからかな、いろいろあると思うんですけど、もう少し希望の太さになるまで徒長して切り戻して繰り返してやっていこうかなと思っています。はい、そんな感じで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆さん盆栽楽しんでください。バイバイ。